皆さんこんにちは。湘南 AJ クリニック新宿本院長の斉藤と医師の高田です。よろしくお願いいたします。はい、今日は AGA 治療に関するクイズをやってみようと思います。よろしくお願いします。お二人の前に治療前と治療後のビフォーアフター写真が並んでいると思いますが、何の治療をしたかを当ててもらいます。今から治療名を述べますので、これだと思う症例を選んでください。めっちゃプレッシャーですね。難しいですね。では最初、ノンシーブン植毛1675グラフトとダブルマトリックス、そしてフィナステリドミノキシジル内服の症例はどれでしょう。結構しっかりね、あのグラフトも多いしやってますよね。術前の M 字が深い人かな。そうですよね。やっぱ範囲1675だと結構広い面積手術できますよね。そうですよね。あとね、専門医が見ると先生も分かると思うんですけど、はい、植毛した症例は分かりますね、きっとね。そうですね、やっぱり分かりますね。そうすると、3件ぐらいあるかなって感じですけど、植毛した症例はこの3件ですかね。で、生え際 あのデザインですねから確実にこう変わってるところと、それから、この人はあの、半年目なのでまだ完成ではないかなっていうんですけど、結構しっかりした毛がね出てきてますからね。この3つの中の人に、やっぱ範囲が広い人ってなってくると、まあ、この方なんかだと1600はいらなさそうだね、なってないかなっていう形はありますよね。除外ですね。じゃあ3例で、2つに絞られましたかね、結構両方とも定着もいいですね。半年でしっかり入ってきてますね。難しいですね。もう最後はグラフトの数でね考えるしかないんですけど、結構同じぐらいな気がするよね。うん、では一斉の腕で決めましょうか。はい、せーの。分かれちゃいました。分かれちゃいましたね。こっちは倒れました。はい、OK です。はい、では裏返して答えをどうぞ。少なかった。斉藤先生が合ってました。あ、本当や ね。この人答え見ると、この方フィナステリドだけですね。でこっちはお薬、ミドキシジル とダブルマトリックスもやってる症例なので、髪のこうしっかりさがちょっと違うかなっていう感じですね。だとこの生え際の真ん中の部分なんかもしっかり増えてるので、この部分結構グラフト数がいる感じですね。そうですね、その辺 の判断かもしれないですね。でも両方とも全然満足されてるんじゃないかなって感じですね。そうですね、はい。じゃあダブルマトリックスとジェットメソ成長因子ミノキシジル6回 とタブレットセットで治療された方の症例を当ててください。 OK です。ダブルマトリックスとお薬なので、内容はではないかもしれない。そうですね。でそうすると2つになるんですかね。この辺にして考えますか。他に入れたい人。いや、僕はやっぱダブルマトリックスってこう植毛以外にこう新しい毛根が増えてくるっていう再生医療なので、この辺りがちょっとやってるのかなっていう感じはありますけど。そうですね、難しいですね、こう並べてみると。
女性もね、あのこれ多分女性の人ですが、女性もダブルマトリックス適用があるんですけど、ね、あの多分男性のね、あの証明かなって感じですよね。なんでフィナステルミノキシジンね、使ってるね、まあ、女性はちょっと省いて、ね、この2つですね。で両方とも結構劇的に変わってる。そうですね、かなりしっかり改善されて、うん、この方なんかも3ヶ月で、3ヶ月ですね、この方6ヶ月、ね、どうしましょうね。ちなみにダブルマトリックスとジェットメソ成長因子5回の方もいらっしゃいますし、あとはジェットメソ成長因子3回とフィナステリドミノキシジル内服の方もいらっしゃいます。あ、他の他のそうですね、あー、ほんとそうなってくるともう難しいね。もうダブルマトリックスで効果出てくる、もう全然出てきます、ね、そうなんですね、はい、これもう決めていくしかないかもしれないね。先生、この2つの中で僕なんか加えますか？僕はこの2つのどっちかかなとは思いました。はい、じゃあ決めましょうか。先ほどのようにせーのでいきましょうかね。じゃあ今回のクイズの奨励はせーの、今回は一緒にしたい。そうですね。さあ答えは何でしょうか？はい、めくってください。はい、もう4件目本当だ。え、じゃあ、あれ、いや、一番、じゃあ一番最初の植毛の人、これでも植毛だよね。植毛に見えますけど、これは植毛だと思うよ。あ、本当だ。 これが違うんじゃない？あ、逆なのかな。この後ろのこの方は、治療薬と CPRP の人さらにですね、うん、すごく良くなられてますね、CPRP の人に。採血して、血液の中から成長因子をね、あのうちのラボで抽出して、で、あの注入するって治療ですよね。OK。多分、これが正解ですね。正解ですね。カットになりますか、これ。頑張ります。正解ですけど。正解です。正解です。劇的に、あの、変わってくれるのは、ダブルマトリックスのすごいところですね。最後は、まあ、この症例はこの治療をしたでしょうっていうのを当ててめっちゃ無理やこの方、肺際を写してる写真ですけど、3ヶ月で、で植毛ではないっていうね、あの写真での判断ですね。で、産毛からちょっと太い毛がこの周辺に出てきて、で中の密度ですね、透け感が改善してきてるので、再生治療系でやられてると思うんですけど、その中ダブルマトリックスやってそうな感じはありますよね。ダブルマトリックス生え際にやられてるように見えますね。うん、あとジェットメソもやっててもおかしくないですね、併用でね。そうですね、はい、そうすると3ヶ月ぐらいで結構いいでしたね。アイディアも効果がね期待できるかな。では答えはこれは難しい。これは難しい。まあ個人差っていうところが、うん、あるんですけど、お薬だけでしたね。ここにねもう一個あのマイクロスコープのね所見とかがこうついてると、うんうんうん、そうですね、分かりやすいね。僕らそれ見て、ね、あのアドバイスしてるんで面白かったね。ねこの方でもあの薬だけでここまで良くなられるのはすごく効果的な人ですね。うんうん、では今回はですね、ちょっと僕ら、試験を受けてたような感じが難しかったです ね。あの難しいね、確かにね。で写真で何を選択したかって難しいんですけど、もうちょっとねあの情報があればもう完璧にできたかなそうですね、ということで、はい、では次回もですね、髪の毛のお話ですね、それから食物の話だったり、こういうクイズとかゲームなんかも取り入れて、皆さんに髪の毛の治療をねアピールしていこうかなと思いますので、皆さん興味持っていただいたらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あといいなと思っていただいたらグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは次回までさようなら。